もう五六件わかります？わかりますよ。わかりますか？何ですかそのちょっと小馬鹿にする感じ。言いますか？言いますか？じゃあ五六件はいはい。青森、秋田、岩手、山梨、違う。というわけで今回ご紹介するのは2017年3月にオープンした新店麺処若武者草加分店東北六軒堂。福島県二本松市の本店はラーメンウォーカーグランプリ福島の殿堂入り店、県外にもその名を轟かす名店中の名店なんです。そんな人気実力ともに折り紙付きのラーメンを埼玉でも味わえるようになったのがここ東北六軒堂。本店と全く同じ食材と製法で名店の味を守っています。今回いただく一杯は福島感満載の大人気メニュー、濃厚福島鶏白湯。スープには福島が誇る三大鶏をふんだんに使用。それらをなんと一種類ずつ別々に炊き出すのがこだわり製法。最後にブレンドすれば鶏の旨味すべてが凝縮された濃厚鶏白湯スープが完成。合わせる麺は会津産の小麦雪力を使用した細ストレート麺、そして2種類のチャーシューや調味料に至るまで東北の食材で構成。とろーり濃厚スープに負けない個性が集結しました。東北のえりすぐり食材がたっぷりと詰まったこの一杯、二十歳になった北野さん、大人の食レポ期待してますよ。お待たせしました、濃厚福島鶏白湯。ありがとうございます。まあ、濃厚とも自分で言ってるぐらいだね。見るからに濃厚そうですよ、これ。味玉も味玉も色がすごいですね、これ。めっちゃめっちゃ。じゃあ早速いただいてますか。皆さんで、せーの、いただきます。いただきます。さて。スープからいきましょう。スープから。スープからいきますか。濃いですね。これもうとろみが。ちょっと今何回やりましたよ。見てました。あ、セクシー今発動中です。あ、大人なんでね。あ、もう一回やってきますか。はい、大人じゃん。見てないじゃないですか。ラーメンのことが気になってて、はい。ラーメンのことが気になる。美味しい。スープの喉越しがもう、うん、東北六軒。さすがの東北って美人多いじゃないですか、はい、この喉越し飲んじゃったら美人になりますよ。喉越し飲んじゃったなんか鼻が無理してます。無理してないです。大人ですからね。大人ですから、ね、止まらないですね、うん、スープが、ね、これ相当濃厚ですね、このスープ。これ、うんね、この3種類の鶏をね、その東北 の, その福島の福 島, です、ねね、福島の3種類の鶏を三大地鶏、これを三大地鶏一つずつ炊くみたいですよ。だ普通鍋でですか？そう、鶏の種類ごとに多分あの火を入れる時間とかがやっぱね、うん、違うからすごい火力とかね、それをやって混ぜてる。結構もう本当唇がね張り付くぐらいにこってりですね。平野さんさっきなんか何言ってるか分かんなかったんで、もう一回あの何言ってるか分からなかった。味のことをもう一回ちょっとおかしいな。いやー、美味しい。この、うん、鶏トリプルが効いてますし、この多分いろんなものが入ってるじゃないですか、はい、それの味もこう多分染みてそうですか。なんかでもシチューっぽいですよ ね, そうですね。あの鶏ポタなんてね、一時期よく言ってた、うん、あのポタージュスープみたいだから、鶏ポタとかこういうこってりした鶏のスープのことをね言ってますね。これ鶏ポタ、鶏ポタ、鶏ポタっぽいですよね、うん、よっしゃ。じゃあ麺を、はい、ね、得意の麺をねすってもらって。そうなんですよ、この2年を経て、ねはいね、私特訓してきました、ね、麺をすすれない人は鼻で息をしながら麺をすするといいらしいです。じゃあやってください。あれなんで？あーちょっとちょっと来てます来てます。本当にできないですねこれ。すごい音してるんですかね。うん、はいはい。美味しい。はい、頑張りは認めます。うん、前より成長しました。ムカつく。なんかムカつく。なんかムカつく。
うん、細くて食べやすい麺が。そうですね、細麺。あの、うん、ちょっと珍しいですね、こってりしたスープにって結構ね、あの太麺合わせたりする、ね、あの負けないように、うん、でもこのね、ちょっとコシもある、うんうん、感じで負けてないですね、やっぱスープの濃さにも。ちなみに、うん、この麺は東北じゃないですよね。何をおっしゃいますか、東北六軒堂って名乗ってるんですよ、ここ。見てください、これこれもこれ福島の会津産、雪力っていうね、これ東北の小麦粉を使ってるんです、ね、これも全粒粉って言って、ちょっと粒々があるでしょ。あ、粒々がある、粒々があるでしょ。この東北の雪力の全粒粉を使ってる。いやー、もう私、うん、そろそろこの、そうですね、いろいろね、はい、あるんで、鶏チャーシュー、うん、鶏パイタンに鶏、もう鶏尽くしですね、これは。鶏うん、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 なんか味がする。生姜ですね。生姜、うん、生姜が効いてる。生姜が効いてる、うん、ちょっと食感がちょっとなんかレアっぽいような、うん、レアっぽいこのね、お刺身食べてるような感じのね、うんうん、鶏のね、うん、じゃあ次は、うん、鶏つくね。あとこっち、まだ、ま、鶏ですよ、これ。鶏のトリプルスープ、鶏トリプルスープ、鶏チャーシュー、鶏つくね。うん、鶏団子って感じですね、うん、本当にね、うんうん、これが実はさっきスープで、うん、あの三大地鶏使ってるうちの一つの川俣シャモを使った鶏つくね。うん、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 なかなかやりますね。あのこれは、うん、これも地鶏の卵、岩手の南部鶏。これまた色が濃いですね。すごい、ね、なかなかないこの。これ絶対うちのメンバーの新内前が喜ぶ系の卵。濃いやつ、濃いやつ、あの人ほんとすごいんですよ、ポーチに卵入れてるぐらい卵好きで。ゆで卵これ絶対食べたがるだろうな。マジでそれ、ゆで卵を持ち歩くんだ。持ち歩いてます。行ってまいります。行ってまいります。食材の気持ちです。食材の気持ち、はい、うん、うん、うん、しっかりした味付けですね、見た目ながらの。うん、なんだろう、これも東北ですね、これ完全に。これ東北なんですか。東北の味がしますね。あれですね、ショッツルですね、これね、うんうんうん、ここにショッツルが来てます。ショッツル、ショッツル、いわゆる魚醤、魚の、まあ、お醤油みたいなやつがショッツルって言う、ショッツルって言うんですよ。その東北の方にあるんですよ。だからこれもさっきそう、これが見えて、ね、そう、秋田のショッツル。ですごい鳥オスじゃないですか、うん、このラーメン。だからショッツルって聞いて、うん、食用の鶴かなっていう。答えてやろうと思ったんですよ。食鶴って何って言われたと思った時に、食用の鶴ですよねって。違った。怖いですね、鶴ラーメン。鶴ラーメン。じゃあこれのは多分お肉だと思うんですけど、さすがに鶏ではないですね。これ鶏ではないですね。鶏じゃないんかい、はい、でもこれも鶏じゃないけど、やっぱりこれも東北ですね。え、はい、宮城です。宮城のジャパン X、 ジャパン X ですよ。X ジャパンかと。ジャパン X 来ましたよ、これ。おいしい。実はこの店もチンタン系のラーメンもすごいおいしいんですけど、うん、まあ、ちょっとあえて今回こっちのこってり鶏白湯選んだんですけど、うん、どうですか。やっぱこんだけ丁寧にやってここまで濃いスープって結構なかなかないですね、これ。本当ここまでもうとろみもあって、うん、これもう若者はたまんないですね。すごい。キラさんどうですか。まとめちゃってもいいですか、うん、ちょっとここでついに実力発揮、はい、いや、若者にこれはいいですね。そう、俺が言ったよ。インプットされちゃった。麺どころ若武者東北六軒堂ラーメン、六軒堂のラーメン、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。